煮詰まったりとか追い込まれたりとかした時にどうやってそこから逃げ出すか、そのうまくなるいくつかの方法の中で厳選した2つっていうかすげえ効果あるんだと思うんですよね、一発でね。で漫画描いてたりとか、まあ、漫画家やっててもそうなんだけど、煮詰まったりとか追い込まれたりとかした時にどうやってそこから逃げ出すか、もしくはね、漫画ってさ、やっぱり上手くなる方法ってあんだよね、いくつかね。その上手くなるいくつかの方法の中で厳選した2つっていうか漫画を良くするための突破口の2つに関してちょっと今日は話そうかなと思ってます。でね、まずね、1個目はね、映画のコミカライズです。映画を見て映画を漫画にしてみるっていう、これは僕の若い頃にゴダールとかそういうのやってたんで、で主に僕がやってたのは構図を抜いてたんですよ。だけどせっかくだから構図だけじゃなくって流れをね、映画のこのシーンの流れを漫画に落としてみるっていうのをやってみようっていうことをやってみたわけですよ。バックトゥーザフューチャーでとりあえずやってみようっつって、で長い映画だ、長い映画っつうか3部構成になっててね、全部書こうと思ったら大変なんで、途中からね好きなとこだけでもいいかなみたいな感じになってったわけですけど、でも頑張って最後までやる人もいるしさ、でまあ大体みんながどのシーンが好きなのかもちょっと分かったりなんかして、でこれはやっぱり効果あるなと思って今回2期でちょっとやってみようと思ったんだけど、1期の結果も踏まえてどういう風にやろうかと思ったかっていうと、まず選択肢を用意しようと思ったんね。だから3つの作品の中選んでくれって言って、でそんで俺は漫画にしやすい映画で勉強になりそうなカット割りとか流れとかっていうので何がいいかなと思って、すっごいベタにまずはマーベルで行こうと思ってアイアンマンにしたんですよ。で1個アイアンマン、いやそうするともうヒーロー号に傾くからそれだけじゃ嫌だなと思う人のためにドラマ部門で2つ用意したんですよね。それがアメリとアメリカンビューティー、この3本を自分で選んでいいからコミカライズしてみようっていう風にして 2,3 ヶ月かけて課題出したわけですよね。それでそれの締め切りがあって今回何人か出してもらったんだけど、やっぱりこれすげえ効果あるんだと思うんですよね、一発でね。でこれ3本ぐらいの映画をコミカライズするだけで格段に漫画力上がっちゃうよねっていうさ。で俺は漫画って技術じゃないと思ってるね、もともとね、デッサンでもないし、なんならね構成でもないかもしんないんだよね。もっと根源的なアイディアの問題だと思うんで、アイディアとか人間力とかそっちまでいかないと語れないなってところあって、評価できないなってところもあるわけ。漫画における職人的な部分に関してはできて当たり前なんだよね。できて当たり前ってどういう風にできるかっていうと、読みやすいってことなの、分かりやすいってか分かりやすくイメージを伝えるっていう力っていうのかな、これが職人的にできないとダメなんだよね。鼻から相手にされない、意味が分かんない漫画を書いてダメなんだわ。でそれができた上で面白いか面白くないかっていう話になってくるわけ。それは斬新な角度で何かを見てたりとか、みんなが思ってたけど実は誰も書いてなかった漫画だったりとかね、それはいろんな要素で出てくるんだよ、キャラクターとか物語とかセリフとか設定とかそういったものに出てくるんだよ。鬼滅の刃でね、妹を背負ってっていう、もう半分鬼になった妹を箱の中に入れて戦うお兄ちゃんの話じゃないと誰も考えてなかったわけだよね。あの大正時代っていう設定もそこでハマってるとか、そんな風にしていろいろと斬新な何かっていうのがヒットの決定的な何かになるわけです。それが時代にフィットしてみんなの共感を得てっていうね。だからまず第一に職人的に漫画力っていうか、まず一旦上げなきゃいけなくって、どうしたもんだろうなと思ってたわけですよ。それの一番手っ取り早いのはコミカライズだと思ったんですよね。だから一回漫画にしたらどうっつって、で、ね、ちょっとね今回ね何人かの作品紹介していいって言うから生徒さんの作品ちょっと紹介させてもらいますけど、まずねアメリカンビューティーのね大町さんのやつ見てもらうと思うんですけど、これね非常にねフラットってかね、あのラフな絵で描かれてて、でコマいっぱいに絵を描かないんですよこの人。全体にそのふわっと描いてるんだけど、でもこの人もともと持っている素質が結構高いのが分かるんですよね、これ見てると。で、後半にどこのシーンで何が、ポイントなのかっていうのが分かってくるっていう感じになってるんですけど、まあなんといってもね後半ちょっと紹介したいんですけど、アメリカンビューティーのここが最高だっていうのがよく分かってるっていう展開ですね。やっぱなんといっても娘の友達が踊っているのを見ている主人公のおっさんレスターの、シーンだけど、ここがこの映画の肝だなっていうのを完全に掴んで、それをまあ表現
現しているというか、でこれ多分大町さんはここで危機として、ここがこの映画最高だよなって言ってしっかりと演出として掴んでやってるっていう感じ でこれって横長のスクリーンで、描かれている画面なので、それをどういう風に漫画の中に落としていくかっていうのはやっぱ考えなきゃいけないわけですよね。でそれを試行錯誤していくっていうので、まずこれ一個ね、もう一人Qちゃんっていうね、ヤンサンファミリーの人が漫画と格闘してるんですけど、この人は独自の絵柄をね今作ろうと思って必死になってるんですよ。でちょっと見てもらったら分かると思うんですけど、この感じ、同じ映画をまあやってるんだけど、この人は徹底的にセリフを完全に起こそうとして映画をなぞって描いてるわけなんですよ。でもう一人ね、風谷レオナさんっていう人が描いたやつ、これも人もアメリカンビューティーなんだけど、まあ、とにかくベタの入れ方がうまいんだけど、冒頭シーンでこの映画の肝になるシーンからスタートしてる。それぞれの人が一つの映画で何を掴んで何を自分の漫画の中に落とし込めてるのか、完全に違うんだよね、一人一人。だけどこの映画で強調されてる部分とか、説明しなきゃいけない部分とか、淡々としてる部分とかっていうのをどういう風に処理したらいいのかっていうのをね考えなきゃいけないんでね、この方はすごくベタの入れ方がうまいんだけど、見事にやってもらってますよね。それで逆にね、良いところも悪いところも一つの映画を起こしてるからすごい分かりやすいの。それでちょっとまとめるとね、何がコミカライズやってるといいのかっていう話で、まずね映画をちゃんと見ることなんですよ。映画を見るっていう時にお客さんで見てますからね、基本的にね。だからつまんなかったら見なくていいやと思ってるわけですよ。で引き込まれたら引き込まれただけで見て、でなんならまあ奥みたいにね、登場人物に思いっきり感情移入して楽しみたいっていうさ、それがまあ映画を見るっていう行為ですよね。でもその映画をコミカライズするっていうと全然違うんですよ。どういう風に見せてんのかっていう風に見るわけですよね。そうするとここでキャラクターが何を考えてどういう位置にいて何を見ててっていう、カメラは何を映しててっていう、音楽がどんな風に流れててセリフはどういうタイミングで言ってんのかっていうのをしっかりと見ないとコミカライズできないんですよ。つまり映画をちゃんと見るってことが体験できる。で映画ってある種の現実を切り取った2時間みたいな、そういった時間芸術ですよね。それって普段日常でいろんなことをちゃんと見てる人間は漫画を描きやすいはずなんですよ。漫画を見てるとね、その人が何を見てるかわかるんですよ。こんなとこまで見てんだとかね、もしくはこれに気づいてんだとか、これ全く出てこねえなみたいな。その顕著なのは少女漫画が内面描写にずっと行き過ぎる、まあ行き過ぎるっていうか、そういうジャンルなんですよ。内面に行くんですよ。だからモノローグで自分の世界なんですよ。だから教室なんかにいるんだけど、教室でほとんど出てこない者たちがいるっていうか、描かれない者がいるっていうか、男たちが描く漫画っていうのはその逆で、世界をしっかりと全部緻密に描いてって自分を客観的に見ながら でっていうパターンも結構あるんですよ。乙女克弘とかそうですよね。そこにモノローグが入るみたいな、バランスが違うんですよ。そのバランスはどういう風に変わっていくかっていうと、何を見てるかっていうことなんですよね。それが分かるっていうだけでも大きいわけです。それをどう見せるかっていうことをやるから、これもまたすげえ勉強になるわけですよね。あとセリフかな、セリフと演出ですよね。セリフを見てそのセリフを、まあ、書き写すわけだから、そのセリフのどこがすごいのかっていうのが分かると思うんですよね。いちいちね、ちょっとした雑談シーンとかたくさん出てくるんだけど、今回生徒さんがすごい頑張ってそれをちゃんと起こしてる人がいっぱいいたんだけど、これ絶対めちゃめちゃ勉強になると思うんですよ。で、なんといってもその体験をやるとどう変わるかっていうと。